はい。ああ、いいね。かわいい。うん、あ、ま、東京挫折組でーす。わー。今日の企画は、かわいすぎるつぶつぶ丼を作ろう。我々のね、ちょっと課題として、女性の視聴者が非常に少ないよ。だから今回はね、女性の視聴者にだけ向けたちょっと動画をやりたいなと。ああ、なるほど、いいですね。ちょっとね、いろいろ考えたんだけど、はい、結局女性が一番好きなものって、つぶつぶだと思ったんだよね。ちょっとポカンですね。女性がポカンなの？ポカンです。例えばさ、タピオカとかさ、あ、今流行りのね、丸くてちっちゃくて可愛いものが、女性はとにかく好きじゃない？そこでね、今回は女性に受ける最強の丼。その名も、つぶつぶ丼。だからもう女性が好きそうなつぶつぶの食べ物ばっかり集めて、それをご飯の上に乗せたら、可愛すぎるつぶつぶ丼ができてしまうんじゃないかと。なるほど。そう、映えるやつ。映えるやつ。映えねえ。やってみーよ。まずはね、これがないと始まらない。土台ですね。土台の。シンプルご飯。ここにつぶつぶのものを入れていくと。まず、最初の可愛いつぶつぶは、これ。可愛いの代名詞。可愛いの代名詞。タピオカ。これをね、もう全部入れちゃって。ああ、可愛い。キャラ弁できそうですね。いや、キャラ弁。これパンチパーマじゃないよ、これ。顔変えてんな。いや、違う違う。それじゃあ、続いてのつぶつぶは、鳥の子。うわー、可愛い。可愛い。かわいい。瀬戸さん、これ女性の視聴者を意識してくださいね。うわー、すごい可愛くない？マジで。え、マジ、え、かわいい。キラキラしてんのね。いや、そうね。かわいい。続いてはキャプテンが持ってくれているつぶつぶ明太子。はい、かわいい。かわいい。かわいい。つぶつぶにして入れてね、ちゃんと。かわいくしてね。あ、え、え、かわいい。え、つぶつぶっぽい。つぶつぶっぽい。ぽーん、ぽーん。でもどう、梅ちゃん的にこれ、かわいい？かわいそう。かわいそう。ピンクとオレンジか。かわいい、ピンクとオレンジか。これ今のところね、味も美味しそうだしね、多分。続いてのつぶつぶは、あ、うめー。はい、かわいい。コロコロ？コロコロ？いや、つぶつぶだよね、瀬戸さんね。つぶつぶ。これも全部入れるんですか？もう全部入れる、全部入れる。もう瀬戸さん。うーわ。あー、かわいい。だんだんね、梅ちゃんももう、この丼の魅力にさ。あー、かわいい。続いてはおかめ納豆。はい、おかめ納豆。はい、かわいい。いや、つぶつぶなんすか。何が？これもつぶつぶだよ。納豆ってでもさ、マジでかわいくない？かわいい。じゃあかけますよ。はい、かけちゃっても中心に。あ、中心ですね、ちょうど。かわいい。かわいい。え、タピオカの存在感がなくなっちゃってんだから。あんなに強かったのに。続いてのかわいいは卵ボーロ。はい、卵ボーロ。かわいい。もうミニボーロ、かわいい。やってるって。かわいい。ミニボーロ、かわいい。もう終わったじゃん。かわいい。ミニボーロ、かわいい。トッピングまぶす。え、かわいい。はい、そして最後のかわいいつぶつぶはこちら、アイスの実の巨峰。かわいい。やってるって。あ、かわいい。え、かわいい。うわ、存在感パステルカラーかわいい。これで全ての可愛いつぶつぶが一つの丼に集まりましたと。いや、見た目は可愛い。そう、見た目可愛いでしょ。映えるね。そうそうそう、ね、味ですから問題は。食べてこ、食べてこ。誰から食べる、これ。なんで積極的になんの。じゃあ、おい、じゃあ瀬戸可愛いから、脇毛がはみ出てんだよ。瀬戸さんからじゃあね、もうどんどん食べちゃって可愛いの。からですかね。納豆と。納豆ご飯食べて。瀬戸さん、納豆。瀬戸さん。召し上がっちゃって。どう？まあまあまあ。いや、そりゃそうだ。納豆とタピオカしか。で、ちょっとアイスの実の風味がね、結構関わってくる、ね。納豆とびっこタピオカボール。うん。美味しいの？まあ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 。そのキャラなんだ。もう可愛いでしょ。可愛い、可愛い。可愛い。味も味も可愛い。味も味も可愛い。もうキャプテンも食べちゃって、もう。じゃあちょっとごめんなさい。僕、梅が食べれないんで、梅以外全部いきます。わー、すごい、全部ね。タピオカ、納豆、ボーロ、とびっこ、明太、アイスのみ。可愛い。いただきます。ん？かわいいでしょ。
最悪だこれ。アイスの実強すぎる。うわで飲み込んだ生癖。うわーかわいい。かわいい。生癖もっと聞きたい。かわいい。もう一回壊す。ついに女の子が食べるよこれ。女性主張。単純に汚いですね。単純に汚い。汚いですね。ご飯が紫かわいい。梅アイスのみボーロ。タピ。タピ。タピ。あいいじゃん。姉さん食べちゃっても。はい。かわいい。かわいい。梅さん。梅とブドウ合わな。納豆アイスのみ梅。梅。タピ。うわマジで。いや違う違う、はい、あーいいね、かわいい、かわいい、違う違う、かわいくないのよ。鼻呼吸厳禁ですわ。ガバッともう、もういろ回しながらいろんなこんなのやばいこれ。まだ食ってないのよ。じゃあかわいい丼矢野一気に書き込んじゃいますよ。かわいい。いただきまーす。さあ梅、タピオカ、ボーロ、納豆、とびっこ、明太が入ってないよ。明太が顔がどんどん真っ赤に矢野さん、かわいいんだから。かわいい。かわいかったー。かわいかったです。これで女性視聴者の心をわしづかみに今回僕らできました。かわいい。今回の検証結果、かわいい丼は世界を動かす。かわいい。東京挫折組です。お願いします。